皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はちょっくらメンテナンス系のお話をさせていただこうかなと思います。というのも、その皆さんからよくいただく質問として、楽器のリペアって必要ですか？なんて、そんな質問すごく多いんですよ。もしくは、その楽器のリペアを出すタイミングっていつですかとか、時期っていつですかとか、なんかそんなような質問。まあ、リペアって平たく言うと、その修理。なわけじゃないですか。何かしら不具合が出て、楽器に不具合が出て、それを修理すると。なので、楽器に不具合が出なかったら、まあ、修理というのは必要ないわけですよ。まあ、もちろん、そのエレキギターにおける音が出ないなんていう、そういう重大な欠陥に関しては、重大な不具合に関しては、もちろん修理が必要になりますけれども、フレットがなんちゃらかんちゃらとか、なんかネックがなんちゃらかんちゃらとか、なんかちっちゃい不具合だったら、別にリペアが必要なかったりする場合も多々あるんです。で、そういう微妙な不具合に関しては、その人によって、この不具合は許せないという人と、この不具合は別に気にならないという人、やっぱりいろいろあるわけですよ。もしくは、お金の都合で、ちょっと気になるけども、まあいいやみたいなふうにしちゃう方もいらっしゃると。なので、まあ、結構難しいところなんですよね。こんなリペアがあって、あんなリペアがあって、こんな不具合があって、こんな不具合があって、なんていう話を、まあ、こう一からズバッとやっていこうとすると、ちょっとこれはいささかキリがないぞと、キリがないと思ったので、実際に僕が、楽器に対してどんなリペアをお願いしてきたか、まあ、そんな話をさせていただこうかなと思います。まあ、僕みたいな仕事の人間が、まあ、たくさんギターを弾くわけですけれども、そのたくさんギターを弾いていく中で、どんな不具合を気にして、どんなリペアに出していただいたのかと、まあ、そんなことをちょっと参考にしていただけると嬉しいなという感じでございましょうか。よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、この動画の中で3本ほど楽器を紹介させていただきたいんですけれども、まずこちら、おなじみのビル・ローレンスのBL1、通称ビルコさんでございます。このギターは2回、リペアにお願いしております。1回目のとき、結構たくさんいじっていただきまして、フレットの打ち直しと、フレットのすり合わせと、ナットの作成と、あとネック調整をなんかセットでやってもらったような感じです。多分4万円とか5万円とかしたと思うんですけれども、いささか大手術をしていただきました。どんな不具合が出たかというと、そのフレットがちょっとずつ浮いちゃって、ナットが欠けちゃって、ネックが歪んでしまったと、そんな不具合が発生したんです。なんでかと言いますと、ちょっとこうお恥ずかしながら、一回このギターを投げたことがありまして、別に声的に投げたわけじゃないですよ。なんかライブで盛り上がって、わーっつってこうギター回ししようとして、こうバッて投げたら、なんかストラップが、ね、外れて、このままバーンっつってこう、ビルコさんが飛んでてしまって、なんかね、ステージの上にこうバーンとコロ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 みたいな感じで転がってしまい、まあ、そんな扱いをしたら、そら不具合も出るわという状態になりました。リペアマンの方に最初見ていただいたときに、なんかフレットがちょっとずつ浮いてっけど、どうしたのなんて言われて、ああ、心当たりがありすぎるけど、まさか落としたなんて言えねえっつって、ちょっとお茶を濁した苦い思い出もあったりとかします。フレット打ち直しっていうのは、その打ち直しの言葉の通り、一回フレットをスポーンと取って、また入れ直すというリペアです。で、それでこのフレットを正常な状態にしていくと。で、すり合わせっていうのは、割とこれポピュラーなリペアでございまして、ヤスリでこのフレットをガーッと削って平らにならしていくなんていうリペアを、その時はしました。皆さんのギターもちょっと見てみればわかるかと思うんですけれども、このフレットっていう金属のパーツってこれ消耗品なんですよ。なので、ちょっと皆さんのギターもこう指で弦をクッとずらしてちょっとチェックしてみていただきたいんですけれども、特に1弦、2弦、3弦あたりのフレットがえぐれているのがわかるかと思います。このえぐれているのは別に異常というわけではなくて、まあ、不具合っちゃ不具合なんですけれども、まあ、これはもうしょうがない。ことです。もうギターを弾く上でも、これはもう致し方がない、避けて通れないことでございます。もうフレットは消耗品なので、まあ、弾いていけばもう必ず削れてしまうと。で、その溝が大きくなれば大きくなるほど、音が出ないとか、なんかこう、なんかプレイアビリティになんかこう影響が出てくるとか、まあ、そういった影響を与えてしまう可能性が出てくるので、ある程度のところで一回もう全部、全体的にこうガーッと削って平らにならしてしまうと。いうリペアがあるわけです。フレットのすり合わせ。まあ、大体どこのお店にお願いしても2万円しないぐらいだと思うんですけれども、まあ、割とポピュラーなリペアだと思います。もうギターを弾いていく中でもう絶対通れないリペアなので、まあ、そんなのもやっています。で、ちょっと話を戻して、フレットの打ち直しで、フレットのすり合わせ。
で、納豆が欠けてしまったので、納豆も作っていただきました。で、フレット関係と納豆を交換したならば、もちろんそのなんかネックの状態がまた変わってきてしまうので、まあ、ネック調整まで含めてリペアをしてもらったという感じでしょうか。やっぱりそういうリペアに、ね、お願いすると、すごいこの引きやすい、もういい状態で返ってくるので、まあ、僕としてはキャッホーイという感じなんですけども、まあ、唯一のデメリットとしては、意外と高くつくという感じです。意外とお金がかかる。で、その後にこうひたすらバーッと引いてて、まあ、フレットの摩耗は半端ないので、まあ、ある程度のところで確かフレット交換をしたという、まあ、そんな経緯があります。そんな感じのビル・ローレンスリペア話でした。で、2本目の楽器はこちら。ちょっとギターじゃないんですけれども、フェルナンデスのフレベ、プレシジョンベースでございます。半年前、もっと前かな。半年、1年前ぐらいですね。1年前ぐらい。ちょっと知り合いの方からベースを譲って、このベースを譲っていただきまして、まあ、いろんなリペアをした次第です。その方はこのベースを全然使ってなくて、割と放置されてしまったベースなんですよ。なので、その譲り受けたときには、もう弦はもちろんサビサビで、この辺もサビサビで、で、ボディも全体的にすごいくすんでしまっていて、まあ、この辺のパーツとかもすごいサビだらけという感じなので、とりあえずまあ最初にいただいたときに、自分でもう全体的にガーッと磨いて、フレットもきれいにして、で、この辺の金属パーツとかも磨いて、で、ここもパカッと開けて、なんかパーツを磨いてっていう感じで、で、クリーニングをして、新しい弦を貼って、で、こう弾いてみたと。で、弾いてみたときに、すごいネックが、極端に言うとこういう感じで、もうめっちゃ反ってたんですよ。めっちゃ順反りになってたんです。なので、すごい弦高が高くて、これは弾きにくいなと、これは弾きにくいぞという感じで、自分で一応このサドルを下げたりとか、ネックを外してネック調整をしたりとかしたんですけれども、なかなかこういいセッティングが見当たらないと。なので、あるとき、リペアマンの方にちょっと見てもらって、なんかすげえネックがなんかこう、ね、歪んでるっぽいんですけれども、大丈夫ですかねなんていう話してたら、ハイポジって言って、ハイポジ浮きって言って、この辺がまた極端に順反りしていると言われたんですよ。なので、まあ、ね、別に使えなくはないけども、まあ、これ以上また弦高を落として、ちゃんとこの、ね、弾ける状態にしたいんだったら、まあ、すり合わせはしなきゃダメだと思うって言われたんで、まあ、そのまま、ちょっとすり合わせにお願いして、今元気になっている状態なんですけれども、状態のはずなんですが、今、湿気にやられてしまって、とてもひどい状態です。はぁ、湿気最低。本当にもう湿気最低ですよ、本当に。ちょっとネックが今度は逆反りになっちゃってるんですよね。なんで、まあ、そのうちネック外して、またネック調整して、またサドルもいじって調整しなきゃなって感じなんですけども、まあ、そんな感じで、このベースは、いただいてすぐに、ネックじゃないか、フレットのすり合わせにお願いしている次第です。ちょっと僕はその伝送系を自分でいじれてしまうので、まあ、ここをバカッと開けて、その、ね、なんていうのかな、その接点不良といいますか、その接点がうまくいってない、なんかこの、なんていうんだっけ、そういうの、接点不良って言うんですか、なんて言うんでしたっけ、不具合。なんかそんなのが、ね、ちょこちょこあったりとかしたんで、まあ、自分で直したりとかしちゃったんですけども、まあ、そういうのもお願いするときも、まあ、あるでしょうという感じです。で、最後にこの3本目お願いして、ご紹介させていただくのが、マーティーノ・マチコさんです。このギターはもう半端ないお金かけてます。もう本体よりもお金かけてるお金かけてるかもしれません。とりあえずこのギターを買って、まずどんなリペアをしたかっていうと、まず自分でこのサドルを作りました。結構このサドルが高い状態になってて、すごい弦高が高かったんで、ちょっとサドル削るかということで、サドルを自分でこの削って、自分で作っております。サドル削るっていうと、なんかすごい作業のように聞こえますけれども、実際そんなことなくて、そのヤスリがあればなんとかなる作業なんです。ホームセンターに行けば、その紙ヤスリってたくさん売ってるじゃないですか。で、その紙ヤスリをこう適当に何枚か買ってきて、で、紙ヤスリを置いて、で、このサドルをこう一生懸命こう、オラ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 と削って、低くしていくと。そんなリペアを自分でやっておりました。で、結局、今まで多分3本ぐらい作ったのかな。3本ぐらい作って、今のこのサドルも、まあ、自分で削ったやつなんですけれども、まあお願いすると多分5000円ぐらいって感じですね。
でも自分でやってしまえば、そのサドル代の1000円しないぐらいで済んでしまうので、まあ、そんなリペアも自分でやってみるのも良いかなという感じです。まあ、ちょっと削りすぎてるんですけどね、普通に。3弦が乗ってないってよく言われるんですけども、まあ、そこはよしとします。よしとします。よしとしちゃいけないんですけどね。で、普通にリペアマンの方にお願いしたのは、このナットですね。一番最初に確かナットをお願いしたような覚えがあります。ナット。玄関ピッチっていうのがあるんですけれども、それを縮めたかったんです。別になんか不具合があったってわけじゃないんですけれども、この1弦から6弦までの間をこうキュッとこの縮めたかったんですよね。この1弦とかプリングしようとすると、弦落ちっていう、こういう状態がよく発生してしまってたので、ちょっとこれを縮めたいなという感じで、まあ、買って割とすぐに2、3ヶ月して、すぐにそのナットの交換を、していただいております。これは確か5000円ぐらいという感じです。で、しばらくそのまま弾き続けて、なんかこう、フレットのすり合わせをするんですけれども、フレットを横から見て、まあ、6弦があって、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦とあったりするじゃないですか。で、元の状態でこう、まあ、たくさん練習をして、で、このフレットがちょっとずつこう削れていくわけですよね。ちょっとずつこう溝になって。で、弦間ピッチをこう縮めたもんすから、6弦から1弦までの間が極端に言うと、まあ、こんな感じでなんかこう縮んだわけですよ。キュッとね。で、この縮んだところに関してもフレットがすごい摩耗して、もうね、ボコボコになってしまってたんで、ビブラートとかするとすごいもうガッチョン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 うるせえなという感じになってしまったんですよ。その時にまあそのフレットのすり合わせをちょっくらお願いしたような感じでございます。まあ、それも2万円しないぐらいって感じですね。で、またそのまま弾き続けて、ある時期、確かちょうど去年かな。去年の時に、フレットの交換と指板修正ってものをしてもらっております。私のマーティン、腹が出てるっていう言い方をするんですけれども、ここのトップ材が膨らんじゃって、このサドルというか、このブリッジ全体がちょっと高い状態になってしまってるんですよ。まあ、もう現状はそうなんですけれども。なので、このサドルの位置が高いと、もちろんこっちのネック側とその釣り合いが取れないということになってきてしまったので、指板修正というリペアを去年、一昨年かな、お願いしております。指板修正というのは、このフレット1回全部スパーンと取って、もう指板自体を削り取るという、そういうダイナミックなリペアでございます。なんとかこうね、トラスロットというここのネジをこう回して、なんとかやってたんですけれども、もうトラスロットも締め切ってしまって、これも使えないと。なので、まあ、トラスロットを緩めて、フレットも全部取って、指板をガッと削って、新しいフレットを入れて、で、トラスロットも効くし、ネック調整もできるし、で、なおかつ快適な状態で弾けるし、なんていう、そんなリペアをしておりました。それも結構いい感じのお金がかかりまして、多分5万円、6万円とか、かかっていると思います。なんてお金のかかるギターなんだ。でも、まあ、そんなこともあって、まあ、しばらくその快適な状態で弾き続けるわけなんですけれども、また、不具合が出てきてしまいまして、私はそのスラム奏法と称じてそのギターをこうバシ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 叩くわけですよ。で、僕が住んでいるこの家もその湿気が半端ないので、もう湿気をたくさん吸って、で、外に持っていったらその湿気を吐き出して、で、家に帰ってきて湿気を吸ってなんていうその悪影響を与えかねない、なんかこう悪い環境で使っていたら、ブレーシングが浮いてしまったと。ブレーシング。ブレーシングというのは、要は当て木のことでございます。ギターの当て木。まあ、どのアコギに関しても、そのサウンドホールの中から覗いていただければ、なんかこう、当て木がしてあるのがわかるかと思います。当て木。このギターの場合は、バック、こっち側の板に当て木が1、2、3、4本あって、トップの方に大きく X の字に2本、当て木がしてあるような感じです。で、もちろんそのブレーシングっていうのは、そのギターの強度を保つという意味もあるんですけれども、そのギターがしっかり共鳴するために、その長年の職人の技術がこう工夫を凝らして、このブレーシングがいい、このブレーシングがいい、このブレーシングをすればいい音がなるという技術の結晶なわけでございます。でも、どういうわけか僕のマチコさんに関しては、そのブレーシングが浮いてしまったと。本来ならばそのバック材、この木材とブレーシングはこうしっかりこう接着をしなきゃいけないんですけれども、どういうわけかどっかしらで浮いていると。これはブレーシングの
役割をしてねえというそんな重大な欠陥が起こってしまいまして、まあ、前々からしてたんですけれども、ちょっと放置してたんですが、どうもこれはいかんせんダメだぞという感じで、そのブレーシングをつけるリペアをこの間、本当にこの間、先月ぐらいお願いしました。単純にそのブレーシングと当て木が外れてしまっているので、そこにこう洗剤じゃないや、その接着剤を流して固定するという方法なんですけれども、まあ、普通はその1箇所、2箇所くらいなので、1箇所大体8000円とか1万円とか、まあ、そのぐらいなんですよ。1箇所、8000円とか1万円ぐらい。まあ、もちろんその接着剤なので、その1回つけたらもう取り返しがつかないわけじゃないですか。なので、そのリペアをする方もちゃんとこう確認をするわけですよね。ちゃんとここでいいのかなと。で、こういろいろこう調べたり、叩いたりとか、なんかこう鳴らしたりとかして、よし、ここで OK! みたいな感をつけて、で、その接着をして、まあ、その出来上がりを確認して、で、ちょっと調整したりとかしてっていうリペアになるんですけれども、まあ、1箇所8000から1万円ぐらいっていうリペアでございます。で、私、そのリペアマンの方にちょっくらお願いをして、今の状態を見ていただいたところ、8箇所外れていると。というか、ほぼ全部外れていると。ほぼ全部外れているって言われました。で、これもなかなかね、難しいところなんですけれども、その、外れているからってくっつければいいという話じゃなくて、なんかその、リペアマンの方の話を聞くと、1箇所くっつけたらちょっと様子見たりとかして、また別のところを接着して、また様子見てっていう感じでやんなきゃいけないらしいんですよ。一気に全部って難しいらしいんです。なんで、接着してちょっと様子見て、ちょっと様子見てって感じなんで、2週間はくれって言われてしまい、まあ、2週間ちょっと入院してる感じです。で、帰ってくるときに、合計8箇所接着をしましたって言われて、はぁっていう、まあ、そういう、リペアでございます。でもやっぱりその、ね、ブレーシングがしっかりくっついたせいか、久々に弾いたらなんか音がめちゃくちゃでかくなってる気がして、あれ、こんないい音がするギターだった気かなんていう、驚きもあったりとかするんですが、まあ、そんなリペアも、やったりとかしております。お金がかかるギターですよ、ほんまに。ね、このピックアップとかも何気にすげえいいやつつけてるし、なんか大事にしてるのか大事にしないのかよくわかんないんですけども、まあそんな感じのマーティンの話でございました。てなわけで、まあ、普通に弾いていくと、やっぱりフレット関係は絶対にもうメンテナンスしなければいけないことになると思うので、まあ、どのギターもやっぱりフレットのすり合わせとか交換とかはやっぱりやってます。ちょっと今回登場しないですけれども、あのヤマハの SA っていうそのセミアコのギター、僕持ってるんですけれども、それに関しても一回フレット交換とか、指板修正とか、ナット作ってもらったりとかしてますし、やっぱりエレキギターでもアコギでも、ここら辺はやっぱり何かしらメンテナンスが必要になってくるかなと思います。なので、僕がやったものに関しては、転送系は自分でやっちゃうので、ポット交換とか、その接点が不良、接点不良とか、まあ、そういうのは自分でやってしまうのでいいんですけれども、フレットの打ち合わせとか、打ち直し、フレットのすり合わせで、ナットの作成、サドルの作成、あとネック調整、あと指板修正。ただその辺はたくさんお願いしているような感じです。きっと皆さんもそういうのをお願いする時期に差し掛かると思います。ちょっとお金がかかりますが、覚悟しておいてくださいませ。で、まあ、じゃあいつそういうリペアに出すんだという話になってくると、気になったときということになってしまいます。気になったとき。ギターを買って5年経ったと。で、5年間もバレ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 、もう毎日毎日弾いてると。もうそんな環境だったら、多分2年くらいでもうフレットがダメになってくると思います。ただ、弾いてる時間がすごい短いなら、別に10年、20年経ってもフレット元気だったりとかしますし、その弾いてる時間数とかにもよって、その不具合の出る可能性っていうのも変わってきたりとか。する感じです。なので、自分が気になったらリペアを出すことを検討すればいいですし、ちょっと不安ならば楽器屋さんに楽器を持ってって、なんか最近、なんか弦高がすごい高い気がするとか、なんかネックがちょっと反ってる気がするとか、なんかフレットの溝がすごい気になるとか、まあ、そんなことを相談すれば、楽器屋さん側もいろいろこう親身になって答えてきてくれたり、答えたりとかしてくれると思うので、よかったらそういうのもチャレンジしてみると良いかなと。という感じでございます。てなわけで、メンテナンス系のお話ということで、ちょっと僕が実際にやってきたリペアの話をさせていただきました。まあ、お金がかかるけれども、実際交換とかね、その調整とかした後ってすごい快適にギターを弾けるので、まあ、その時のこのパッション、
まあ、プライスレスということで、2万、3万かかってしまったとしても、まあ、やってもいいんじゃないかなと思います。よかったらそういうのもトライしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。